ウィリアム・アドルフ・ブグローによる素描き、アンニーバレ・カラッチによる素描宮殿建築のための素描素描、デッサン、ドローイングとは、物体の形態、明暗などを平面に描画する美術の制作技法、過程、あるいは作品のこと。これに準ずるものを指す場合もある。これについては口述する。一般に、ペン、鉛筆、木炭、パステル、コンテなどが用いられ、 輪郭線によって対象の視覚的特徴をつかむことが目的となる。従って輪郭線そのものの強弱や太さなどが主体的となる。対象に見える陰影や固有色、質感などをハッチングなどによって描き出すこともある。古代において線彫りや刻みによるデッサンは呪術的な意味を持っていた。ルネサンス時代には絵画や彫刻、建築の試作方法として 大いに用いられるようになる。また、近代の銅版画やリトグラフの線描や日本の浮世絵の影響を受けた様式も現在では存在する。日本のデッサンに比べ、西洋のデッサン及び西洋に習ったデッサンは、線的に描く場合であっても、形態表現が基礎に据えられ明暗の表現を尊重し描かれる。これは単に明暗の比例、尺度を移そうとする活動という意味ではなく、線の効果が、 明暗の表現を担うということである。しかれども、古代西洋の絵画は、比較的先的である。デッサンは、簡便な絵画の施策、主体であるだけでなく、絵画の基本的な修熟の手続きとして、今日でも尊重される。デッサンの技法で、著者、小磯良平は、ヒグ賞や、中小絵画が、具象絵画にとって変わり、そのためにデッサンを必要としないと捉える人たちが、現れ、 デッサンを軽蔑する人たちさえいるとしている。しかし、ヨーロッパでも、日本でも、ヒグジョウの第一線で活躍している人たちが皆、自らの若い時代には、デッサンの勉強に打ち込んでいたことを指摘し、デッサンの重要性を説いている。その後、様々な変化があったものの現在でも、デッサンを尊重する流れは続いている。差し絵としてのイラストレーションとは区別される。 絵の具で面を塗るペインティングとは対照的な分類。面的な描画を含む製作を含む鉛筆画や木炭画、パステル画などをデッサンと呼ぶ場合も少なくない。比較的古い表現として死体を意味する場合もある。美術以外の分野では比喩表現として外善的記述や計画を指す場合もある。通常の人体を描いたときに 右手と左手の長さが極端に違っているようにしか描き出せないとき、それはしばしば不適切とされ、デッサンが狂っているなどと言われる。描き手が思った通りに描き出せているか、視覚的に検証、判断できる能力はデッサンの能力である。意図通りに描けないことと通俗と異なる描画を意図的になすことの移動をわきまえることが肝要である。デッサンは通常モノトーンの表現であり、 多色の場合も色彩表現に主眼はない。このことから白から黒の幅による表現であるわけだが、これを明度の表現であるというのは全くの誤解である。過去のデッサンを見てわかるように固有の明度の表現、補充1と明るさ、補充2の両立が絵画の基本であり、色彩に惑わされない明度の把握に有利なことから、この基本的な法則の理解と表現の把握に、 デッサンはしばしば使われる。実在感を備えた絵画に求められる描画や観察、検証の技能、手順や技法の熟知を広い意味でデッサンと呼ぶ。他方でフォルメなどというようにデッサンも絵画的表現である以上、強調、変形、単純化、抽象化などの操作が主だって意義を持つことは大いにあり得る。既存の革新的な絵画のすべてがこれらの操作と、 無縁でないことからも、その不可否性がわかる。当然これが不可否であるとしても、その操作を少なく見積もる活動が無意味だという結論が論理的に帰結するわけではない。少ないか多いかで、その操作の意義が失われるとは限らない。色彩表現にあるように、少ないからこそ有効という場合もある。写真の存在をもって、写実的な絵画を否定する一般の論者は、 このことを考慮しているとは考えがたい。写真の存在によって、迫真的な絵画表現を否定するの見解を肯定的に主張する場合に、ある種の再現性の不足から無意味とするのであれば、その他の観点が眼中にないと考えられるからである。肉眼の視覚と写真のような光学像による平面的な造形との相違は、その実在性であり、絵画は、 写真のような工学的な造形よりも人間の視覚に肉薄できる。この相違は決定的である。写実的な絵画を制作する画家や写真を使用する作家たちはしばしばこのことを強調する。他方でその対極にあるような作家は一般のこの誤解を悪用し論難するのに利用する場合もある。フォトリアリズムの一大ムーブメントが過去のものとなった現在でも これらの事情が正確に認知されているとは言えず、ホックにいい、秘密の知識のような広告的な表現を用いた著書が出版されているという現状がある。描画に用いる主要材料に従って、木炭デッサン、鉛筆デッサン、描く対象によって、生物デッサン、人物デッサン、石膏デッサンなどという。素描に使用される道具は多岐にわたり、一般的な黒鉛筆、 木炭の他にペン、色鉛筆、パステル、コンテ、フェルトペン、クレヨン、ブラシ、殺筆、スタイラスなどに使用例がある。書き込む素材には、紙の他、板紙、革、キャンバス、板が使用される。木炭デッサンとは、木炭と木炭紙と呼称される、特有の表面を備えた紙を使用する。木炭デッサン用木炭は、原料とする樹木の種類、産地、 収穫時期など、加工の差などによって性質には差が生じ、一様に同じものにはならない。湿気ていると性質が変化し良くないとされている。数種類の木炭を好む者も,もいる。意見が大手筋であり、柳、高熱柳、水木、桑がよく使われる。鉄産用木炭には木材の芯がそのまま残っているものがあり、芯が描画の際に邪魔になることがある。 この芯をあらかじめ取り除くことを、芯抜きと呼称する。描画がすべて済んだ場合、フィキサチーフで木炭を固定させる必要がある。鉛筆デッサンとは鉛筆を使用したデッサンである。鉛筆のコードの種類には、9 h 2 h h か h b b 2バイトから8バイトなどがある。これ以外の種類もあるが、中央あたりのものが一般的で、10H などはほとんど使用されない。 メーカーやシリーズによってテクスチャー、色合い、描画感、強度などに差がある。指示体は画用紙、補充3や TMK ポスター紙、白像紙、ケント紙など様々な紙が用いられる。デッサンに関するカテゴリー、ありがとうございます。